はい、皆さんこんにちは。夕方5時回りました。最近ねちょっと夕立が来たりなんかして若干涼しくなってきてるんですけど、夕方だけはですね、めちゃくちゃ暑いです。再生状況ねちょっと確認しながらね、ハウスの中ちら散歩したいと思います。こちらバンビーノちゃんとアルテシマゴムなんですけど、先日ね動画にした、アルテシマゴムです。でね、このバンビーノちゃんここにずっと放置して、1ヶ月ちょっとかな、もうこう再生していますよね。そしてこう再生していない枝とかね、こういうふうにあるわけなんです。でどれぐらいで判断したらいいですかというね質問も来ていました。これね皆さん、あの植物によって、葉っぱの出方スピード全く異なってくるんで、ここはね注意していただきたい。あまりね慌てずに、枝がねもうこれぐらい他再生してるのに、この出ていない枝ね、もう枯れてると思ってチョキンとしたくなりますよね。これちょっとね待ってもらいたいと思います。なぜなら見て、ほらここ出てきたでしょ。最近ですよ、最近やっと出てきたんです、ね、そしてこちら、これこれこれ、この枝もなんですけど、全く出ていないと思いますよね。ここ見てください、ほら出てきてるでしょ。こんな感じでですね、同じ個体でもなぜか葉っぱが出るスピード違うことあります、ね、これはもう分かりません。メカニックがですね分からないんですけど、そういうことがあるんで、まあ夏の間ね寒くなってきてからこうやって出ない分はもうカットしても大丈夫だと思うんですけど、せっかく再生しているんで、出る枝の予定だったものをですねカットするともったいないから、じっくりね夏の間見守ってあげてください。もう触ったりしてねやばいやつとかはですね、カットしてもいいかもしれません。まあね寒くなるまで待ってあげましょうよ。はい、じゃんじゃじゃん。いやもう暑いからね、まだ今日も扇風機回していますけど、はい、見て素晴らしいでしょ。ハウスの中に持ってきましたよ。太陽の再生工場でね再生したあの極太のウンベラータちゃんです。こうやってね画面越しにパッと見る限りですね、全然大丈夫じゃんとね思われるかもしれませんが、非常にですねまず持った瞬間軽かったということはですね、お水ガラガラだったんです。だからですね葉っぱしなしなですね、しなしなでしたね。もう記憶にある人たちはね多いと思いますが、全然変わったでしょ。あの3月にね持ってきたウンベラータとはもう葉っぱもやわくてね、破れたりしてシミもできたりしてね、ボロボロだったんですけど、こんな感じにね再生しましたよ、皆さん再生いいですよ。早め早めにですねやった人たちはもうその脅威の再生能力をですね味わっていると思いますが、はい、テーブルやしちゃね先日やってたもう新芽がほら出てきました。はあ、やっぱり今日もね蚊が多いわ、蚊が多いです。あ、このカポック、預かって約2年ですが、ついに返してくださいとね言われてきたんで、返そうと思います。だいぶ大きくなりました。びっくりされるんじゃないかなと思いますね。この再生動画もね出していますからね、見つけてみてください。これね葉っぱちょっと変わってるんですよ。こうやってねカッパの手みたいな感じなんですけど、こんな感じのカポック、預かり再生もやっています。近くだったらですね、できるかもしれません。こういう風にね黄色くなっているやつはもうねカットした方がいいですね。いや、やっぱね暑いからねこの辺はね危険です。ポトスがやばいぐらい伸び始めてますね。毎回言いますけど、このねシラフカズラちゃんもめちゃめちゃ伸びております。色がね濃いコンパクター見てください。こういう風に焼けちゃうんで、火がね強い窓辺はね注意してあげてください。わーすごい、見て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 登ってる、シルバーメタルが登ってます。こういう風に皆さん登るんですよね、放置してたらガンガン増えている。はい、幸福の木もね元気よく再生し始めています。まあ、ここはハウスの中でですねやっているんですけど、綺麗になります。まあ、ストレスがですね日が
強すぎるとストレスが強い場合はですね、太陽の再生工場より若干日陰の方がですねいいかもしれません。もうなんかシャキンとしていますね、ストロマンティちゃんとね、なんだったっけ忘れちゃった。ヒカスジンちゃん元気です。この間カットしたやつもですね、ほらもう新芽が出始めてますよ。おっとこれはねダメだったね、これ熱でやられてます。この辺はね熱に弱いのかもしれないんで、ちょっとね日陰の方にこう置いときますかね。熱に強い植物とか弱い植物もあるからですね、この辺皆さん注意してください。ほらテーブルやし焼けちゃってる焼けちゃってる、ね、だからここでダメなんですよね。こんな風になっちゃいますね、ハウスの中でもったいないですよね。あの乾燥に強い植物とか弱いとか日陰に強い弱いとかね、その辺は皆さん気をつけることあると思いますけど、熱に強い弱いもね結構あるんでね注意してください。アルテシマなんか結構強いですやっぱりね。これも、台湾もみじ台湾もみじ可愛いですよねこれね。ほら見て、あれこれなんだろう、種類が違うのかな、同じ鉢から出てますけど、お違う、一緒ですね、一緒なのに見てこれ、うーっとですよ、これどういうことですか、これはどういうことですか、うん、同じ枝違う枝なのかな、でも幹同じですね、おもろ、いややばい、蚊がねほんとすごいです。蚊が最近もうこの蚊じゃなくてですね、毒虫すいません、足踏みをしながらやってるんで皆さん揺れるかもしれませんが、毒虫もうすごいんです、足がもうね、皆さん気をつけてくださいよ。ほんとね、かゆいところの話じゃなくて、すごいぶっとい腫れがね、できます。毒虫ちゃん。今年は虫もすごいです。ね。ジーパンの上からも刺しますから。何ですか、これは。何ですか、これは。何ですか、これは。怖い。こういうの怖い。何ですか、こればっかりね。はい。アルテシマはこういう風にね、ほら、古い葉と新芽ね、変わっていきますから。よし、扇風機を消してそろそろ退散したいと思いますが、皆さんごめんなさい、何の動画になったかちょっとわからないですけど、とりあえずですね今回言いたかったことは、再生している段階でですね同じ個体でも葉っぱの出方かなり変わってきますね。慌ててカットしないようにということで、まあ、こういう風な枝ですね、ね、こういう風になった場合はもうカットしてもいいんですけどね、出る速さっていうのは全部変わってくるんで、皆さん長くね気長に待ってあげましょう、ね、こういう風にしてあげるといいですね。傷んでる葉っぱをこうやってねなっちゃいます。ひょっとしたら出るはずの枝カットしてしまう人もですねいるかもしれないので、これ注意してください。ほらもう暑さでいっぱいやられてきてるよ。はい、ということで僕もですね、足と手に蚊が限界になってきたので、今日はもう慌てて帰ろうと思います。じゃあ皆さん、もうちょっとで梅雨明けかな、熊本まだ梅雨明け宣言ないんですよね。はい、それでは今回こんなところで、バイバイ。